皆さんこんにちは、海野和夫です。今日は日高賞受賞記念講演ということで、普段の僕の講演は写真や動画をたくさんお見せしながらお話しするんですが、今日はあまりそういうことをお見せしないでですね、日高先生との思い出やどんなことを日高先生から学んだか、そんなお話をしたいというふうに思います。まあ、日高賞っていうのは僕にとっては大変嬉しい賞なんですね。というのは日高先生っていうのは僕の師匠でして、農工大で、そうですね、かれこれ6年ぐらいね、日高研究室にこう居候してたという時代がありますので、そして、まあ、僕が写真家になったのもですね、日高先生がいたからというそんな、感じがするんですね。そんなお話を今日はしてみたいというふうに思います。まあ、昆虫写真家という道を選んでですね、もう50年以上が経ったんです。まあ、昆虫写真家になったきっかけっていうのはですね、農工大の恩師である日高俊孝先生との出会いっていうのが非常に大きいと思います。もっとも日高先生を僕に紹介してくださったのは、実は、僕が子供の頃に、通っていた歯医者さんでして、僕は歯が悪くてただ歯医者嫌いで行かなかったんですが、うちの母親がたまたまそこの歯医者へ行きましたら、自分の子供が虫が好きだっつったら連れてらっしゃいというわけですね。まあ虫の好きな歯医者さんだなということで、そこに通うことになりました。そしてですね、日高先生をね、紹介してくださったですね、ある時ね、まあそこに通ったのは中学の頃からですが、高校1年の時に今晩ね、日高さん来るから、来ないって言われたわけですね。で、治療と別に、じゃあそこで、じゃあ行って、1階の、まあ、応接室、まあ、そんな広くない応接室ですが、その応接室で、待っていると、日高先生と、もう一人若い先生、平野千里さんですね、その2人が入ってこられました。実はその時に、日高さんが、まあ、聴導というのを研究してたわけですね。その研究を、まあ、房総半島のトラミというところでやるという、そういう相談だったんですね。で、まあ、当時はね、まだまだ日本は貧乏でしたので、まあ、歯医者さんというのはある程度ね、豊かだったんで、日高先生と平野さんとのスポンサーに宮川さんがなって、3人で、研究をしていたわけです。で、3人で、まあ、トラミへ行ってですね、みんなで分かれてモンキーアギャが飛んでくるその道をですね、トレースするんですね。そんなことをやっていたわけですが、その最初の打ち合わせというのに、僕が同席をしていたということになります。で、宮川さんっていうその歯医者さんなんですが、実は日高先生のですね、まあ先生でもあるというか、日高先生もそこの歯医者に行ってまして、その理由っていうのはですね、小さい時に日高さんが渋谷でですね、クスノキを見上げていたんです。そしたら後ろからですね、その僕青筋アゲアかいって聞いた、まあ若い、人がいたわけです。まあ図星なわけですね。日高先生は青筋アゲアの幼虫がいないかなとかこう見せたわけですね。それで、知り合いになって、宮川さんのところに通うことになったわけです。で、それからまあ戦争という間を挟んでですね、ずいぶん長い間というか、もう日高さんがね、もう日高さんがというか宮川さんが亡くなるぐらいまでずっとお付き合いがあった、まあ歯医者さんなんですね。それで僕はまあ宮川さんのところにしょっちゅう通ってたんですけど、僕が行くと大抵ですね、その後1時間ぐらいね、時間を空けておくんですね。そのうちにはもう一番最後に来て、夜までね、ご飯までご馳走になったりして、宮川さんと話をするという、そういう日々が、まあ、高校生大学生とね、続きました。宮川先生のところで会ったね、その平野さん、これは農工大の農芸科学出身の人
人です。それから、日高先生がもちろん農工大の当時助教授になられたばかり、これではですね、まあ農工大に行かないわけにはいかないということになりましたね。で、僕は農工大の農芸科学科というところに入りました。それはまあ平野さんとか、まあそういう方が、農芸科学の出身であった。そしてまあ当時ですね、やはり昆虫学という中にフェロモンとかですね、そういう爆薬学的な要素ですね、そういうものがまあ必要となってきた時代でしたので、まあ農芸科学を選んだわけですね。宮川さんとの出会いで、日高さんとの出会いが、まあ、人生を、僕の人生を決めたわけですね。こういうことっていうのは、まあ、皆さんも多分ね、人生のどっかであったか、これからあると思うんですけど、そういう時に、もうすぐにそこで決めると。僕は、まあ、農工大の日高先生のところに行く以外ね、全く何にも考えていなかったんですね。まあ、でも実はですね、日高先生に憧れて農工大行ったものの、僕はあんまり勉強好きじゃありませんで、まあ虫取り三昧の日々ということで、日高県に顔を出したのはなんと3年生ぐらいになってからだという、もったいないことをしました。で、まあ当時ですね、僕は農芸科学科なんですが、卒論を日高先生のところでやることになったんですね。これは当時、まあ農工大で何人かの僕の先輩の学生がですね、そういうふうな実際の学科を離れて一般教養にあった日高先生の研究室で研究をするっていうことを認めてくださる、まあ、学科の先生がいらしたと。例えばですね、桜井翔さん、まあ、金沢大学の学長さんかなんかやられたかなと思いますが、とかですね、平井さんとかですね、いろんな方が、日高研究室に出入りをしています。お話ばっかりではつまらないので、僕がですね、農工大の日高研に入った頃に日高先生が研究していた、仕事ですね、モンシロチョウが外部の世界をどう見ているか、オスとメスをどのように見分けているか、そんなお話をちょっとしてみたいと思います。これモンシロチョウがいっぱい飛んでますが、これ白いチョウですね。中に1匹だけメスがいるんですよ。まあ、慣れてる人はこれ普通に見てもわかると思うんですけども、モンシロチョウ同士はですね、僕らが見る以上に、完全にですね、簡単にオスメスを、見分けているわけです。で、それはどうしてかというと、モンシロチョウの見える色というのはね、紫外領域が見えるんですね。近紫外の、まあ、360から400くらいまでの間の光を見ることができる、そうするとですね、そこの反射率というか紫外線の反射吸収がですね、オスとメスで違うんです。で、メスは紫外線を反射しているんですが、オスはですね、紫外線を吸収している。つまりオスとメスで全く違った色に見えるわけです。それでですね、そのずっと後のことですが、自分で撮影したビデオです。紫外線のみを通すフィルターをつけてですね、モンシロチョウのオスがメスのところにやってくる動画を撮ってみました。色が全然違いますね。これ紫色っぽく見えるのはそのカメラの特性で、実際には紫外線っていうのは僕ら見えないわけですから、まあ、モノクロで見るのが正しいわけですね。もし僕たちがですね、紫外線を見ることができるならば、こういうふうに飛んでるモンシロチョウの群れを見てですね、あ、そこにメスがいるってすぐ分かるわけですね。僕は紫外線が見えるので、すぐに分かります。まあ、というのはちょっと冗談ですが、そんなお話をしてみました。日高さんのところ行ってですね、やっぱりなんかね、卒論書かなくちゃいけないわけですよ。で、さて何をしたものかと。で、僕があんまり何もしないんで、日高さんがですね、須江さんっていう北須大学の先生を紹介してくださりまして、そこで、まあ、科学の研究をしようということで、揚谷町のさなぎの色素というの、まあ、緑と茶色のさなぎがあるんですが、そこに、まあ、プテリンという物質が、まあ、色素ですが、それが関与しているんじゃないかと、まあ、そんな研究をですね、しまして、唯一英語で論文を書いたという、まあ、強調でね、そういう思い出があります。またですね、
日高先生っていうのは大変に学生とかそういう、分け隔てなくですね、偉い先生にも学生にもですね、分け隔てなく接してくださる方でして、例えば、その当時ね、学園闘争というのがあったわけですね。でそこである学生がですね、その生物のね、日高さんにじゃないですけど、生物の他の教師に暴力を振るったと。でそれはけしからんというような立て感をその、教授有志が出したんですね。それででもそれはもしかしたらですね、ちょっと誤解があるかもしれないということで、その証拠とかそういうのは一体どうなんだというような、立て感をですね、今度我々有志がね出したんですね。それに対してはまあ日高さんはですね、その部分について、謝罪をして、で、その他のことについてもいろいろと真面目な態度で、それに応じた立て感を今度は日高さん個人名で出したという、今でいうインターネットの掲示板みたいなものかもしれませんが、そんな懐かしい思い出もあります。さてそういう学園闘争とかもあって、僕はですね試験をボイコットして、政治的な理由というよりもですね、実はあんまり勉強してなかったので、で留年をすることになったんですが、で日高さんのところに居候してですね、ゼミに出たり、そんなことをしていました。そしたらその次のと2年間ぐらいだけだったみたいですが、制度が変わって今まで支柱だったものがね、支柱じゃなくなったりして、で僕は全然単位にならないね、外注学とかなんかそういうものを取っていたので、そういうものが単位になったということで、自動的になんか次の年に、卒業できてしまったということになりました。当時日高先生はですね、昆虫写真家の浜野英二さんという方がいらして、その方と朝日グラフに昆虫という世界というのを連載されていたんですね。である時僕がですね、日高さんのマクロタクマ、マクロレンズ借りてですね、山へ行って、で筋黒白鳥、多分ね山と筋黒白鳥だと思うんです、筋黒白鳥の交尾挙手という写真を撮ったんです。筋黒白鳥のオスがメスの前でずっとホバリングをして匂いを嗅がして、そして、交尾をすると。でそういうことはですね、あんまりその当時は知られていなくて、日高先生に見せたらすごい喜んでくださって、それを使いたいと、朝日グラフに。で浜野さん持ってないからということで、で朝日グラフに使っていただいたんですね。そしたらね、朝日新聞社からちゃんと4000円の原稿料が来たんです。これってね、あんまり考えられないですよね。日高さんがどれだけ偉いかということの一つですね。学生にもちゃんと一人前に学生も扱う。で、4000円で400円源泉徴収されて3600円なんです。もうこれ有頂天です。で、もう次の日から僕は昆虫写真家になることに決めたんですね。でも、どうやって昆虫写真家になっていいかわかんないですね。自分で昆虫写真家と言って写真撮ってればいいということなんですけど、で、日高先生に相談したんですね。僕、写真の勉強全くしてないからね、写真学校行こうか。ただ日高先生曰く、写真学校行ってもね、日本の写真学校って多分何も教えてくれないよって。で、行くんだったらスイスの写真学校だねって。そんなスイス行くお金ありませんよね。それじゃあね、でも食べていくの大変じゃないですか。それで、高校のね、高校とか中学の講師やって、それで、写真家との二足わらじってどうだろうって言ったら、教師をやると教場的になるから、それは写真家としては良くない、稼ぐために、教師をやるかったらそんなものはダメと写真学校行く、写真学校行っても何も教えてくれないよ。こういった時にさてどうするかっていうのが人生の分かれ目なんですね。だいたい3600円手にしてですね、次の日に昆虫写真家になるぞと。これも一つの決断です。こういうふうなことっていうのは人生でそれほどはありません。
で、そういう時に乗るか反るかっていうのがあってですね、やっぱりそこで乗ればですね、失敗したら自分の責任です。でも乗らないとですね、後で、あの時ね、やっぱりね、写真家になっとけよかったなと、多分後で思うわけですね。まあそういうことがないように、人生のそういう岐路に立った時に、やっぱりパッと決断をするっていうのは大切です。で、これは若い時しかできないですね。例えば勤めてて年取ってから昆虫写真家やろうよなんて方もいらっしゃいますが、それじゃやっぱりダメですね。感受性っていうのは若い時が一番なんですね。やっぱり20代にそういう決断をしないとダメだと思います。研究も同じですね。やっぱり20代にやっぱり自分のテーマを決めて研究を続けるっていうことが、やっぱり学者としてですね、成功する一つの道だというふうに思いますね。それとですね、写真家になると日高先生に言った時に、日高さんは写真家も研究者もそうだが、社会とコミットする、つまり社会と関わりのある仕事をすることが非常に重要なんだということを話してくださいました。で、だから自分が好きだから好き勝手に撮ってるよっていうのはダメだよっていうことですね。ただし好きなことが一番大切であると、そんなことを習いました。まあ、研究も多分同じだと思うんですね。あんまりね、こういう目的でこれやるとこういうことが起こるから研究、こういうことが分かるから研究するっていうのもなくはありませんが、やっぱり自分が好きでやることですね。それからそのやった結果をですね、できるだけ広くね、知らしめるっていうか、社会と関わるっていうことは、つまり社会の役に立つ研究をするっていうんじゃなくて、社会に自分の研究を還元するってことですね。自分が好きでやった研究を還元する、これがね一番大切で、こんなことを僕は日高先生から習いましたね。まあともかく機会があればね、飲みに誘ってくださって、まあ夜にね、よく、まあ、遅くまでね、国分寺でお酒を飲んだりするわけですね。そしてまあ日高先生ね、女性にモテるんですよね。女の学生なんかにすごくモテて、そう、僕も40ぐらいになるまでにあんな風になりたいななんていう風に本当にマジに思いましたね。まあ日高さんのやっぱり魅力っていうのは、誰にでも分け隔てなく接して自分の本音を喋ることですね。それからまあ研究なんかでもですね、やっぱり思いつきがすごく大切なんですけども、思いついたらそれをやってみる、こういうことですね。まあ、日高研のその当時そんなお金もありませんので、その学生が、静岡出身の学生が結構いたんで、静岡県から茶箱を取り寄せてですね、その中にまあのこ台の水は井戸水だったんです、冷たい。その中にホースを入れて、中の温度を下げる。で、そこになんかヒーターみたいなのを入れてですね、で少し上げると、それでその低温条件をね、そんなところで作り出す。で、中に電気入れて日周、光周性もですね測れるように、そんなものを自分たちで作る、なければ作るっていう、そういう思想も僕は日高先生から教わりました。日高研究室にね居候した時に、ゼミでですね、コツという人の、動物の色彩と適応かな、そんな本をですね、ゼミでやったわけですね。それですごく面白くて、僕はその前にマレーシアなんかで、まあ、コノハムシとかの、まあ、標本とかですけどもね、その当時はそういうものを見ていたので、これでもう僕のね、一生のテーマというか、ちょっと学問的な興味の方からは擬態でいこうというふうに決めました。で、これはですね、目玉ヤママイなんですけど、目玉ヤママイは触るとパッと羽を開いて、それでパッと閉じると、そういうふうに言われていたんですが、実際にやってみるとですね、触ると羽を開いて、そのままね、次に飛び立つまでですね、羽を閉じないんですね。あ、これはすごいことだな、なんていうふうに思いました。
これ不思議ですよね。こういう風に見えるとこういう葉っぱみたいに見えるんですけど、これ逆さまにすると、こんな風に内臓が見えるわけですね。どうしてこんな風に、裏から見ると、つまりお腹側から見ると、こういう風な、黒いところが見えて、こちらから見ると黒いところは見えないんでしょう。この秘密は実は羽の下にあるんですね。このお腹のこの部分が真っ白になっているわけ。わかりますか？真っ白ですよね。つまりこの、後ろから後ろからこう透過してきた光、こうやると、これをこうやるとこう見えますよね、お腹が黒くね。で、この光がこの羽の裏も白っぽいんですけど、こことここで乱反射をして、このお腹の影を消してしまうと、こういうね、すごい仕組みをこのコノハムシは持っているんですよ。すごいでしょう、コノハムシの秘密。実はコノハムシの秘密は羽の裏にあります。羽の裏がこんな風に、胴体がですね、白くなってる。ここのところで、光が上から来た、お腹から入った光が乱反射して、そしてお腹の影を消してしまうと、こんなすごい仕組みを持った虫です。僕はね、まあ、昆虫写真家なんですが、よくね、どうしたら昆虫写真家になれますか、なんていう質問を受けることがあります。まあ、昆虫写真家っていうのはね、別に検定試験があるわけでもないし、自分で昆虫写真家と名乗ればそれが昆虫写真家なわけですね。ただね、そこで実績を重ねていくっていうことが大切なわけです。まあ動物行動学者もまあ同じでしょうね。自分で動物行動学者だと名乗れば動物行動学者なんですけども、そこでまあ自分の研究をですねして、それを発表して実績を重ねていかないと、なかなかね、認めてもらえない、そういう世界になります。まあ、僕はですね、写真家、昆虫写真家が西洋にできてよかったなというふうに思います。まあ、勤め人だったら僕持たないというね、なぜ、卒業以来ですね、勤めたことは一度もないと。まあ、ちょっとね、クラブの顧問みたいなことやって、まあ、8年ぐらいね、ちょっと、まあ、給料的なものもらったことがありますが、これはまずいな、それやってるともう僕は終わっちゃうなと思って、それをやめて今残りの人生をまた写真にかけています。まあ西洋で昆虫写真家やるってことは昆虫写真でまあ稼ぐっていうことなんですね。だから好きな写真ばっかり撮ってたらそれは、ご飯が食べられないということになって、実際にですね、もちろん好きなことをやってるんですが、稼ぐためにね、やっぱり写真を撮るっていうことを若い頃は随分やってきましたね。若いというか、まあ50ぐらいかな、40過ぎから50過ぎまで、12、3年結構一生懸命やりました。そしてでもですね、やっぱり写真はね、そういうものじゃなくてということもあって、僕はそういう写真をいっぱい使って、まあ、本を書いてそれでまあ収入を得るという、そういう道を選んできました。まあ、それがですね、今回のまあ日高賞受賞にもつながったのかなと思うんですね。日高賞っていうのはまあ社会と動物行動学を結ぶっていうことなので、まあ僕なりに、科学的なものの見方で優しい本を書くと、そういうのをなりわいとしているしたわけですね。まあ昆虫写真家っていうのは大学に所属してないんで、まあ給料があるわけじゃないんで、なかなかねその辺のバランス感覚、自分で好きな写真を撮るということと自分でまあ食べられる写真を撮る、そういうところを、いろいろと勘案しながらですね、まあやってきたと。昆虫写真家になるにはというところの続きなんですけども、どんな学校行ったらいいですかっていう質問もされるんですね。でまあ一時はね、僕学校なんか行かなくていいなと思ってたんですけども、やっぱり科学系、まあ農学部とか理学部とかですね、そういう科学系のやっぱり学校に行って科学的なものの見方を身につけるっていうのはすごい大切ですね。まあ学校でやっぱりそういう
まあ、論文の書き方を教えてくれるわけじゃないでしょうが、やはりその自分で思い込んだことが絶対にね、こう正しいなんていうふうには思わないで、まず仮説を立てて、そこで、調べていくと。で、間違ってたらまた違う、これどこが間違ってたんだろうかと考えて、新しい方法を考える。まあ、そういうようなことが、まあ、科学的な方法なんですね。で、まあ、じゃあこれは比較対象っていうものを作って、今僕はこの見てるやつはこうなんだけど、これをですね、例えば、目で見てるのか匂いで見てるのかっていうと、じゃあそれを確かめるには、匂いだけ出してくるから匂いだっていうわけじゃないわけであって、隠してね、匂いだけでやってみるとか、逆に匂いと、見えるそのものが見える、そういう状況でどう違うかとか、そういうことをやっていくんですが、これがなかなかですね、そういう大学に行かないと行ってない人たちは、できないっていうか考えないわけですね、そういうことをね。で、その辺のところはやっぱりその大学へ行くことのすごく、有利っていうか、必要な点だななんていうふうに今頃になって、思います。昔はね、もう大学なんか行かなくてもいいと、自分で好きなことやってればいいんじゃないのっていうのが僕の人生指南でだったんですが、今はちょっと変わってきてます。まあ、日高先生に、教わった、まあ、こととしてですね、真面目にまあ生きることっていうこと、それから真面目に考えることですね、それから案ずるよりは無がやし、から好きこそものの上手なり、つまりやってですね、好きだからこそやると、これが何に役立つだろうかなんていうふうに考えないで、好きだからこそやると、でそれはをですね、社会に還元するっていうかね、社会にこんな面白いことがあるよっていうことを知らしめる、そのためには社会とですね、非常にコミットする必要があると、まさに日高先生の生き方そのものなんですけども、日高さんのね、有名な話で松の木派閥という派閥の研究がありますが、これはね、僕も手伝いでね、一緒に軽井沢でね、僕が見つけた松の木派閥いるところに連れてって撮ったりしたこともあるんですけども、木曽のね、御嶽山かなんかに、撮りに来ててですね、日高先生撮ってくんですけど、全然うまくいかないんですよ、飼育が。で、そこでですね、彼はパッとひらめいたんですね。山の上ってさ、昼間すごい暑くて夜すごい寒いじゃないって。で、これだってひらめいて、そういう条件をさっき言った簡易的な、温度を調節する装置ですね、自作の、ね、そこでですね、やってみるわけで、そしたらね、思った通りになったわけです。で、やっぱり思ったらやってみてということですね。で、まあ学者だとね、なかなかね、そんなちょっと思いついたんだよなんて言えませんよね。じゃなくて、いろいろやってみたけどうまくいかなくて、もしかしたら、山の上というのは気温が高いも低いもあるし、一日のそういう気温の変化っていうのも重要じゃんじゃないかとか、まあ理屈をつけるわけですが、単にひらめいたからって彼は言うんですね。これは素晴らしいですね。僕もですね、実は自分の写真スタイルの広角レンズにストロボを使って撮るという写真があるんですけども、これね、思いついたんですよ。で、ある時ですね、マクロレンズをつけて、ある谷にいたわけです。目の前でね、メスアカミドリシイミがくるくる回ってて、これはすごいいいチャンスなの。何せね、見てるだけでね、5分以上回ってるんです。で、その間に考えた、これ絶対撮れないと、暗いんです、もう曇ってて、で、しかも蝶々飛んでるとかもっと暗い、それでですね、今のようにデジカメだったら、まあもっとね、ISO感度上げてなんてあるんですけど、昔はフィルムですから。で、なんと車を止めたってとこまで100メーターぐらいあったんですけど、そこまで走ってって広角レンズとフラッシュを持ってきて、そこで撮ってみたんです。そのカメラは60分の1でしかフラッシュ同調しないんですが、なんと見事に映りました。で、これは だいぶ褒められたんですね。柴谷敦弘さんなんかにベタ褒めされたんですけども、これはね、その時思いついた、ひらめいたんです。で、後から、理論的に論理的に説明することができるんですけども、
その時ひらめいてやってみようって、まあやってみた。うん、その結果うまくいった。それで僕の写真のね、方向が決まったと。まあ今はあんまりそういう写真撮ってないですけども、そういうね、一枚を、ちょっとね、紹介しておきましょうね。もう一つですね、これ日高先生の話じゃないんですけど、昔ですね、ある人からメールが来てですね、なんか広場行くとね、いつもキアヤが飛んできて、自分のところに泊まるんだそうです。で、それを何日もそういうことがあった。それでこの蝶は僕に懐いた。うん、それを先生に言ったらしいんですね。まあ多分科学系の学校なんでしょうね。そしたらその先生がそんなバカなと、蝶が人に懐くはずはないと、もうパッとダメって言われたわけですね。そういうことを考えること自体が間違っている。で、僕はそれをちょっと使ってですね、たまたま当時、うん、確か岩波の科学だと思ったんですけど、なんか、40周年だか忘れましたが、まあそういうんで、何十周年だか忘れましたが、いろんな人にですね、科学とは何かっていう文章を書かせてくれたんです。それで僕はそこで書いたのは、科学とは決めつけないことと。つまり、懐いたんじゃないかもしれないけど、理由があるわけですね。その蝶々がね、そこの人に泊まるには。まあ、キアゲアだから、まあ、想像でいけばですね、多分、テリゾリを張るために、その中で一番目立つ、ちょっと見晴らしがそそ、高いところに泊まると。多分そうだと思いますが、それはまあ、そうやって、多分そうだって言ってもダメなわけで、もし、ね、証明するんだったら、そこに同じぐらいの大きさの人形みたいなものか、箱でもいいですから、持ってって、そこに泊まるかどうか、そういうことを確かめるってことが重要ですね。で、まあ、先生もですね、そんなはずがないということは、やっぱり言っちゃいけないと思うんですね。で、例えば僕の写真で、写真撮ってるところを見た人がですね、なんでそんなに近づけるのと、まあ言うわけですね。いや、僕は蝶々鳴らして、蝶々が慣れちゃったのって、まあ冗談で言うわけですが、それは蝶々に怖がらせないように近づけば、近づけるわけです。で、つまり相手はですね、蝶というのも恐怖心というか怖いとかありますから、急に動くものに対して反応したりしますから、じわじわと、ある一定の距離からはじわじわと近づく。で、座ってそこにしゃがみ込んでると、もう蝶々もね、気にしなくなるんですね。そこに石がありやぐらいで。そうなると、蝶に触ってもですね、大丈夫になる。そんなふうにして、僕の写真、その広角拙者の写真というのは、昔は撮ってました。写真家にとって科学的な考えっていうのはですね、自分の見たこと、撮影したこと、それが全て正しいとは思い込まないこと、まあ研究もそうですけどね、写真家は自然観察者としての意識を十分に持つことも大切なんですね。しかし、まあ文献や一般常識がね、全て正しいとは思い込まないことも重要なんですね。自分が経験し、撮影したことから物事を考えることが最も大切なんだと思うんですね。写された写真から、まあ、独自で仮説を立てる、それが新発見だとしたら、もっと観察と撮影を続ける、あるいは実験的手法を入れるぞ、そういうことが非常に重要になるわけです。まあ、自然を撮影する写真家はですね、科学的な見方のほとんどを、まあ、自然から学べるんですね。動物行動学者の研究者も全く同じだと思います。論文だけを信じるのではなく、フィールドでの実際の動物を観察することが最も大切なことだと思いますね。現在僕がやっているですね、自然科学写真協会という団体があるんですけども、1978年に創立、まあ、40年以上の、まあ、歴史を持つ団体なんですけど、多岐にわたる写真分野の中で自然科学を中心に据えて活動している350名の写真家や愛好家を、会員に有しています。写真あるいは動画を撮ることで、でも自然科学写真家というのは一体どんなことができるんだろうかと、今はまあデジカメでね、誰でも撮れる時代になっちゃったんですね。結局ですね、プロ写真家というのはやはりですね、その自分で写したことから得たものをですね、社会に還元する、それができるのがプロ写真家だと思うんですね。それはまあ本を作るとかそういうことですが、子どもたちに伝えていく、こういうことが一番大切で、まあ今アマチュアと違うといえば、それができるかできないかというのが、
違いではないかというふうに思います。もともと僕らのようなね、自然の写真を撮っている写真家っていうのは、まあ、センスオブワンダーというのを自然の中から学んで、それを表現しようとして、まあ、やっているわけですね。だから実際にですね、被写体をまあ研究するのと同じようによく注視しないとですね、まあ、いい写真は撮れないっていうのが、まあ、実情です。もちろん注視しなくても写真は撮れるんですけども、そのあたりがやっぱりプロ写真家として意識すべきことですね。まあ、今カメラがすごくいいんで、写真家の中にもですね、実は研究者のような写真を撮ろうという人もいるし、研究者の中にもですね、写真家みたいな写真を撮りたいと、そういう人もいるんです。で、写真家以上にね、写真のうまい研究者っていうのももう結構いっぱいいるというね、やっぱり専門のことを知ってればいい写真が撮れるという見本なんですけどね。そこでやっぱりプロ写真家は何をするべきかということを、考えるべきだっていうのが今からこれからの、僕らの生きていく道ですね。僕はね、まあ、昆虫写真家とも名乗っているわけですが、まあ、写真や動画を通じてですね、被写体である昆虫に、まあ、触れた時のね、不思議さや楽しさ、そういうことを一般の人に伝えていきたいということに注力をしています。そして、まあ、本だけでなくね、22年間毎日更新の小物日記なんていうので、そういう面白さっていうか、まあ十分には伝わってないかもしれませんが、そういう発表をしてきました。まあ、そのことがですね、今度の日高賞受賞にもつながったと思うんですけど、実はですね、僕の小物日記や本を見て、生物学者になったり、生物学者の今卵だったり、写真家の卵だったり、まあ、大体、まあ、若手の生物学者にだったり、若手の写真家だったりする人は結構いるんですね。だから結構僕のファンっていうのが、そういうデジタル時代になってからできた人が多いというのもあって、2000年ぐらいに10歳だった子供は今31歳ということで、僕が小物日記を始めたのが1999年ですから、大体それより若い人が多いと。その時にまあ10から15、まあ、インターネットだから、まあ高校生ぐらいまで行けば、まあ、16とすれば37歳と、まあ、だから37以下の人が実は僕のファンには非常に多いと、まあ、ありがたいことで、そういう人たちが、僕の写真を見て写真家になりたいと思ったり、研究者になりたいと思ったりすることは大変に僕にとって嬉しいことですね。そんなわけで今回の受賞というのはですね、まさにそういうところを評価していただけたんだと思うので、まあ、学者じゃない僕がもらっていいのかなんとも思いますが、大変に嬉しい賞です。それでは今日は皆さんどうもありがとうございました。